この水を一杯いかがですか飲んでくださいとまあ言われるとあんまり飲む気しないですよね。飲むんだったらこれ何が嫌ですかね次は、えー、と日本は食料自給率が低いので海外から養殖のエビを連れてきました、えー、とただしこのエビを作ってる近くは実際に見に行くと化学の工場群があり えとそこでは、えー、有害な排水が垂れ流しですまた人がいっぱい住んでるんで排水もいっぱい垂れ流されています、えー。今日皆さんお昼食べたエビはこれですねと言われるとあんまり食べる気しません。でじゃあどういった養殖の水環境っていうのがいいでしょうかということですね。で水は資源、水は飲み水と、えー、養殖とか農業にすごく関わってます。 じゃあところで水ってどうして汚れるんでしょうかこの図は、えー、と汚れの一つである炭素の循環を表したものです。えー、良好な物質循環はここでいう生産者 消費者分解者みたいなのがバランスよく生態感を作ってるっていうことが重要ですねでなんですけどここで特に微生物は汚れをきれいすることに寄与します近頃は人口が増えてるので自然の力だけでは排水とか廃棄、えー、物っていうのがきれいにしきれませんでそこで水処理技術とか資源のリサイクル技術っていうのが必要になります汚い水ってところでどうやってきれいになってるんでしょうか ってところで活躍するのが微生物ですで微生物はここで写真が上下2枚あるんですけどえ目に見えない生物が微生物ですねで普通だと黒い点のようにしか見えないんですけどえ DNA とか RNA を光らせるとその役割っていうのが分かったりします大学では微生物学とか水化学の勉強をします でさらに、えー、要素技術とかシステム化というのを勉強すると、あとマネジメントを勉強すると、実際に微生物を生かした水リサイクル技術というのが創生される。で面白いところは、これは皆さんが作った技術が世界で選ばれて使われていうことになります。で、その技術は養殖でも使われますし、農業でも使われます。